はい、皆さんこんにちは。今週もスーパーシトシウマコーナーがやってきました。まあ先週はちょっと内容的に一息だったんですけど、今週はぜひ巻き返したいと思います。土曜日、東京8列ですね。ここはアプリコーゼ。まあ前走休み明けで発着でしたが、まあ内容的にはちょっとうちでちぐはぐな競馬をして、まあもともと飛びの大きな馬で、まあ東京コースの方が合っておりますし、ここは叩き2戦目で巻き返したいと思います。新潟9レースね。ここはベルモントキーラ。まあ前走落馬の浮き目にあったんですけど、まあ前走もちょっと注目してましたけど、この馬やっぱり短距離のダートは走ると思います。まあ、実績的にも、芝の1000万下でも3着していることもありますし、ここは改めて見直したいと思います。新潟11です。ここはオペラダンシングですね。まあ1000万上がって、まあ、前走一息だったんですけど、まあ距離が 2000m で難かったということもあります。まあここは得意の平坦コース、距離も短縮されました。うまく乗れば1000万でも通用する馬です。日曜ですね、東京12レース、ジョブック・カーター。前走浦和で、5馬身差のぶっちぎり。まあ時計もかなりこれ早いですよね。まあもともと東京の専用を使ってきたら狙ってみようと思ったんですけど、まあここは1000万、まあ強気で狙ってみたいと思います。京都1レース、ここは藤野ゴールドですね。まあ前走初ダートでしたが、7着。まあ流れ込んだだけに終わりましたけど、まあ、この血統を見るとやっぱり1004ぐらいの方が合ってると思います。まあダートの走りは悪くなかったので、ここは巻き返しに期待します。京都8レース。ここはフーラブライトです。前走、久々に芝使って後方一気に差し切りました。まあ血統的にやっぱりこれ長丁場の芝は合いますね。ここは1000万に上がりましたけど、引き続き狙いたいと思います。新潟7レースですね。ここは KI8。 まあ前走もうこれも注目してきましたけど、内枠でごちゃごちゃしてて、後方に置かれて直線も前が詰まり通しで、まあコースを探しながらの9着、この条件は走りますので、ここは巻き返しに期待します。今週はこの7と グッドラック。